ルノ。あ、もう。そうだね。確かに。ちょっと待って。うお。よかった。あのさ。うん。次は？あ、パス。お。何？うの。あれ？お。違う違う。好き。好き。うるさい。ウロ。え？なんか言おうとしたさっき。うん？なに？なにそんな浮かない顔して失恋だ。あーウロじゃないカス。え？なんか、うん、あ、じゃあちょっとお酒だいいですかね。さっきからなんか話そうとしてるんだから聞かせてよ。また失礼した。触れちゃったの。まあそうと言えばそうかもしれない。出せない。はい、あんなにラブラブだったのに。曖昧なやつ。あのパスです。あのもったいぶってどうしちゃったの。本当だよ。ハードル上がるぞ。ねえ。おお、そのパターン。の上がり。おお、最初に乗っていったやつが負けた。うわあ、悔しい。ってなんだよ。いやなんかさ。うん。やりますね。やりますね。なんだろう、なんか。割ってしまったかもしれない。やってしまった。やらかしたっけ？ちょっと、なんでしょう。なんか、すごっ。なんかね。ん？ああ、やだ。そんな言いにくいことな。なんか、ご、殺しちゃったかもしれん。したってあれでもないけど。なんつった？いや、なんだろう、なんか。ん？なんか動かなくて。なんで？どこぶつけたの？なんか、なんか。何の話してるの？そっか。じゃあ、まあ、彼氏がいるんだけど。うん。うん、知ってる？仲良かったじゃん。うん、まあ。なんか動かなくなってしまった。動かなくなったってどういうこと？なんか別に なんだろうな、もう切ろう。売れちゃったのかな。ん？なんかしたの？なんか何もしてないと思うんだけど、避けたらなんかぶつかって。それいつも話してんの？さっき？え？今どうしてんのその人？
急車とか呼んだ？そのままってこと？なんかそういう言い方やめてよ。いやだって悪いことしてないもん。避けただけだもんね。ちょっと手が出るタイプで。だって避けるじゃん、それは。分かんない、避けたもん。分かんないけど。向こうが手出したってことだよね。それで動かなくなっちゃったってこと？今言ったらまだ間に合うんじゃない？救急車確認してないんでしょ？だってじゃなくてこれこのまま行ったらまた私たちが悪い。ん？なんかめっちゃ思い出したよ。野瀬さんの顔とか。やめろ。だって悪くないもん。悪くないよ。警察行こう。あの時もそう言ったじゃん。あの時も行かなかったけど。みんなだってさ、黙ってよってなったじゃん。同じこと繰り返すの？あの時とは状況が違う。違うかな。だって今、サキがやったんでしょ。私何もしてないわ。サキは何もやってないよ。じゃあ、警察呼べばいいじゃん。事故なんだから。でも警察呼んだら私が悪いってことになるでしょ。なんないって。なるじゃん。なんで？そんなことより、今のまま置いとく方が悪いってなっちゃうよ。なんで？だって悪いのあいつじゃん、もともと。うん。なんで置いといただけで私が悪いの？動かなくなるような状況を知ってて置いとくのは悪いことだよ。動かなくなったあの人見てさ、なんかちょっとほっとしちゃって、あ、こいつも立ち上がんないんだなと思って、りーちゃんもほっとしたじゃん。ほんとしたでしょ。ジリエちゃんも泣く。やめろ。わかんないけど、勝手に滑ったんだからさ。うん。勝手に滑って死んだんじゃない？行こう、警察。うん。やだ。行こう？やだ。行こう？やだ。行くの？やだ！行くの？やだって言ってんじゃん！同じことの繰り返しじゃん！今日といえばあんたのせいじゃん。は？ずっとそう思ってたんだ。え、だってそうでしょ？そう思ってたでしょ？思ってたでしょ。お前らそんなふうに思ってたの？なんで？え？また私が悪いの？だから悪いとは言ってねえだろ。行こうよ。なんで？お前も行かなかったじゃん。お前とかやめろ。なんで？
そうやって嘘をさ、重ねて生きていくの。また同じことの繰り返しじゃん。そうやって生きていくの。黙ってればいいだけじゃん。別に嘘じゃないもん。今状況変わってんの。大人になったの、私たちは。黙ってればいいんだよ。お前はそれでいいの。黙ってて、絶対足がつくぞ。いいの。いいのかって聞いてんだろ。もう言おうよ、もう無理だよ。大丈夫だって、今なら間に合うって。やだ。間に合うって。やだ。行くよ。やだ。やだ、やだ。やだ。間に合うって。行くよ。行こう。なんで行くの？何をそんな怖がってんの？死んでたらどうする？いいよ、じゃあ俺たちが見るからさ。ちょっと確認してくるわ。トモ行こうぜ、ちょっと。行くよ。